はい、こんにちは。今日もね、スーパーアニマルロイヤルの体験版をプレイしています。でね、このゲームね、ちょっとやってみたんだけどね、やっぱりね、 AK が強いってことでね、 AK 使ってね、優勝していくみたいな感じで、今回ここのリサーチラボっていうところでね、 AK を収集していきましょう。この場所結構ね、いろいろ物が多いんだよね。防弾チョッキとかね、レベルの高い装備とかがね、密集してるんで、まあ、おすすめなのかって聞かれたらわかんないけどね、ここで降りると面白い。割とね、勝ちやすい必勝法なんかもね、今後ちょっと動画出していこうとは思うけど、今回とりあえずね、AK 使ってね、無双したいんで、お、早速 AK が目に映る。さあ、ここで緑のアンコモン AK を取っていく。まあなんかね、アンコモンとレアの違いがどのくらいかってのがね、いまいちよくわかんないんでね、ちょっと適当なんだけど。まあ、AK とね、そうだな。AK2 本でもいいんだけど、AK とサムマシンガンとか、もし、いたいた、早速一人強いですね。めっちゃ強い。で、サムマシンガンを取っていく。こんなね、いたいたいた。強いんだよ、この武器、ほら。強いんですよ。威力が半端ないし。まあ、ハンドガンとかまだちゃんと使ってないからね、よくわかんないんだけど。とりあえず AK が強い。で、サクッとね、2キルして、まあ、正直ね、このゲームそんなに収集するものもなくてね、メインとサブの武器と、まあ、防弾チョッキ一つと、で、なんかこの右下の赤いジュース。あれもね、なんかほっときゃね、勝手に溜まっていくんだよ、もう。まあ、ほっときゃ溜まるわけじゃないんだけど。なんか結構落ちてるんだよね、いろんなとこに。なんでね、そこまで収集要素は高くないかな。他のPUBG みたいにアタッチメント探してとか、ヘルメット探してとか、めちゃくちゃレアな武器探してとか、そういうのもね、あんまないんだよね。なんでね、そこまで探すっていうことをせずに、もう索敵とか、まあ、優勝に向けての立ち回りに時間を使えるのがね、とっつきやすい要因の一つにもなってるかもしれないね。さて、暇になったんで、もう意識はもう他の動物たちを倒すことのみにかけて。あ、この中とかいないか？結構ここいるんだよな。あ、でも、全然回収されてない。おっと、レア。レアのサブマシンガンを拾って。あ、やば、忘れてた。ちょ、待って。で、このね、ガスの中に入ってるとライフ減ってくんだけど。おっと、いる。しまじろう。しまじろうサブマシンガンでやっていく。あー、今のしまじろうとの戦いで、結構あれだな。防弾チョッキが完全に剥げてしまった。結構ね、連戦がきついんだよね、このゲーム。まあ、見ての通り、打ち合いつっても、本当にね、体力勝負なところもあるから。あんまりね、無駄に戦っちゃうと後がね、きついんだよね。防弾チョッキだけは何としても拾っておく。で、後半でね、レベル3の防弾チョッキ切ったらかなり有利なんだよね。さあ、ちょっとジュース。軽く飲んで、安全地帯、足を進めていく。このなんか狐結構可愛いな。デザイン好きだな。これ狐だよね。間違ってないよね。おっと、ボムの音。あ、上かな？いるね。ちなみに今これ、火薬の横にいるけど、これ火薬ごと撃たれたら、多分一瞬で死にます。いやあ、なんか今アイコン出てるんだけど、あのアイコンのとこに行くとね、モグラが、なんか箱くれるんだよね。箱の中にミニガンとか M16 とか、レジェンダリーウェポンがね、落ちてたりするんだよね。アサルトライフルでね、AK はレアまでなんだよ、青まで。で、それ以上になると M16 のエピックかレジェンダリーみたいな。まあ、正直ね、このレアとかアンコーンの、AK で十分戦えるんだよね。あぶねえ、うわ、なんか今回しまじろうたくさんいるな。うわ、ちょっと待って、動物の森、動物だらけだ、これ。
やばいやばいやばい、ほんと動物の森行ってるな俺。いたぞ、まだまだいる。クマちゃん、クマちゃん倒して、クマちゃんを AK の、これ AK 何なんだろうね。 AK ってしか書いてないんだよね。おっと危な、さあ突っ込んでくるぞ。はい、クマちゃん倒していく。いいね、この AK 強いわ。でジュース飲んで、ちょっとライフがマックスまで回復できてないのが心配だが、どっか このね、木の裏マジで強い。ほんと見えないんだよね。何回かやられたわ俺も。よし、移動を挟んで、さて残り6人か。どっちから行った方がいいのかな。上から行くかな、下からか。いや下から行こうかな。ただエリアが狭くなるまでは動きたくない。ちょっとサブマシンガン先に撃ってから AK に持ち替えよう。おーっと待って、ほらこんなんだよ、隠れてんだよ。でちょっとジュース飲む時間ねえわ。ちょっと待って、ダメだ、 AK に持ち替えて、さあ撃っていく。わっ、やった、なんとか最後の一人倒して1位ですね。 AK 強いね、やっぱ。結構ね、武器さっき撃ってきたのはミニガンだと思うんだよな。なんか一人前のやつで、ミニガンね、撃つまでの時間が長いんだよね。正直あんまりおすすめできないかな。さあもう一度 AK を拾ってね、戦いに行きましょう。あー、どこで、また同じとこで降りようかな。そしたらこのリサーチラボ熱すぎるわ本当に。いやー、こうやってなんかね、この降りてくる動物見るのも結構楽しいんだよね。なんかね、結構いろんな帽子とか被ってる人は、有料版かなこれ。有料版の人はね、なんか動物進化させたり、装備とかつけたりできるんだよね。武器のスキンとかも変えれるみたいなね。さあ、黒いアライグマの顔に AK で、風穴を開けていきたい。さあ、いた、黒いアライグマやって、もう一人、はい、レアの AK、クソ強えな、これ。めっちゃ強いんだけど。いきなりこれ拾えたのでかいな。弾拾ってく。で、ジュース飲んで。いやーもう AK ね、なんかさっきサムマシンガンと AK 交互に使ってたけど、俺絶対 AK の方が強いと思う。なんで今回はダブル AK でいこうと思います。あ、なんか落とした。ちょっと待ってよ。近いんじゃないか、これ。近いぞ。音が聞こえる。あ、右。上にいるな。結構ね、これ、ヘッドホンしてやってるんだけど、これ大事ね。どこにいるかわかるもん。音で。ちょっと右上とか、すぐ隣とか、絶対今ここにいたからね。あー、墓あるわ。墓がありますね。この中。いや、ここの結構人気なんだけど、アイテム取られてないところ、おっと？レアな AK をもう一丁発見。持ち帰っていく。あー、真上だな。木の上でね、絶対スナイパー撃ってるね。AK ほんと強いんだよな。おっと、下にもいる。どうしよう。はい、レベル2の防弾チョッキ。安全地帯がね、下の方なんだよな。上から来る敵を倒してから下に行くっていうのもいいんだけど。まぁ、ちょっとね、うろうろしておきましょう。いた！いた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 ！なんか入ってる。おっと、ミニガン持ってらっしゃる。あー、いらないかな。AK の方が強いかな。ちょっと待って。レベル2を取り直して。うわぁ。ガスクラウドが。なんかね、走ればね、微妙に追い越せるんだよね、ガス。ちょっと一旦ジュースを飲んで。どうすかな？あれ乗るか？結構このね、丸いの乗り物重要なんだよね。
この丸いのね、何発か撃たれないと壊れないんだよね。あとね、この丸いのでね、一回引き殺されたことがあって、これで相手に突進したらワンキルできるんだよね。結構面白いっすよ、これ。まあ、割られる可能性もあるんだけど。あ、もう開けたやつか。間違った。間違った。俺の AK が。まあいいか。一本ありゃいいか。下の方行くか。このギリギリのところ、木の裏を使って立ち回っていく。あ、いたいたいた。猿、お猿さん。お猿さんを倒していく。で、さっき間違って捨てちゃった AK をここで拾っていく。さあ、残り8人。まあ、このね、レア AK ほんと強いんだよな。これもしかしたら修正されるかもしんない。ほんとに強いんだよね。おっと、なんかいる。よーし、倒した。あぶねえ。さあ、リロードして、残り4人。さあ、どうなる。まあ、真ん中の位置がもう決まってんだよな。あそこか、最後。まあ、普通にこの中入ってっか、いた。キツネちゃんがいたよ、今。ちょっとゆっくり。ギリギリのラインを攻めていくか?おっと?今見られたからこっち取っていくか。取って、で、下から、ここ、角、角待ちしよう、角待ち。2D ゲームで角待ちをしていく。出てこないなぁ。あ、いた!いるなぁ。ちょっと待って。見えてない。よーし、今だ!よーし、意外と見えないんでね。あ、回復してる。はい、とどめさせていく。このね、ジュース飲むときのね、音が聞こえるんですよ。残り、二人?よーし、この AK で。あ、いいね、いいね。二人、一人。やりたい。よし、一人やって。さあ、もう一人。どこだ?おー、いたいたいた。おーし、倒して、もう一人倒して。優勝ですね。今回 AK1 本で戦ったんじゃないか。まあ、2本か。ほんとこのね、青い AK 見つけたらもう速攻取りに行った方がいいっすね。強い。めっちゃ強いな、これ。はい、そんな感じで今回2本とも AK で優勝したわけなんで、皆さんもね、デモ版やるときは AK 使ってやってみてください。以上です。